皆さんこんばんは、弁護士の加藤です。本日は私のチャンネル登録者数が1000人を超えた、そのことを記念しましてこんな動画を作りました。チャンネル登録者数1000人超えまでの経過報告です。サブタイトルとしまして、 YouTuber で食っていくとか無理だからやめとけという 題名になっております。よろしくお願いします。こちらの動画をご覧いただきますと、弁護士加藤がどうやってチャンネル登録者数1000人に到達できたのかということがわかります。自己紹介です。私は大家をしておりまして、しかも弁護士です。役職としましては愛知県弁護士会の研修センター運営委員会という委員会をやっております。委員会に入っておりまして、相続専門研修を担当しております。そして日本交渉学会の理事、これまで月1回のペースでさまざまなところで講演をしてきました。例えば民法改正の話をしたり、サブリースの話をしたりとかですね、交渉の話なんかもいろんなところでしてきました。ですので人前で話すことはまあまあ慣れていると思います。しかもいろいろなネタを持っています。ですので私が YouTube を始める前、こう思っていました。このジョブ、このステータスで、これで負けたらバカだぜと、 YouTube なんて楽勝だと思っていました。そんな頃がありました。私が YouTube を始めたきっかけはこちらになります。今年の1月中旬、2019年の1月中旬にですね、モフ不動産のモフさんとお話ができました。この時ですね、モフさんこういうことを言っておっしゃってました。 YouTube で動画を上げるということは何千人何万人の前でセミナーをやってるのと同じだと。確かにそうだと。いろんなところでお話をするんですが、まあ、せいぜい100人、多くて、まあ、150人ぐらいのところでしか私も話をしてきませんでした。ところが YouTube であれば全世界の、まあ、ほとんど、まあ、日本ですが、日本の人たちに見てもらえるわけですよね。しかもモフさんのやり方としてはほぼ無編集でテロップもなしという形で、かなり手間を省いて毎日アップされているわけです。 iPhone で撮影して、まあ、基本的に iPhone で編集なんかしてそれをアップロードすると、非常にこれならできそうじゃんと思ったわけですね。思っちゃったわけです。私が YouTube をやっている目標です。確認しておきますと、まずは基本的に交渉学ですね。交渉のやり方についての知名度を上げたいというのは、これは大原則になります。さらには、私には子供がいるんですが、その子供というのはですね、なかなか親が言っても聞きません。YouTube だとところが見るんですね。今の学生さん YouTube 見るので、まあ、これで遺言代わりになるんじゃないか。さらには依頼者ですね。弁護士としての依頼者にいちいち同じ話を何回もしていますから、その話、その説明の省力化になるんじゃないかと。もう法律相談来る前にですね、例えば離婚の相談であれば、実は私YouTube で離婚の動画を上げてますから見といてくださいって言ってくると、まあ、一通り話が分かっていて、話が非常にスムーズに進むわけですね。さらには弁護士業の宣伝だと。こちらの動画をご覧になって、そこから依頼が来ればいいなと。交渉の依頼が来るといいなと思ってるんですね。使っている機材です。使っている機材はですね、基本的には iPhone です。 iPhone と三脚ですね。そしてテロップを入れる力量がありませんから、こちらのテレビを使って、テレビにノートパソコンを HDMI ケーブルでつないで、パソコンの画面をテレビに映すことによってテロップの代わりにしているわけですね。編集なしで一発撮りです。もう一気に土地で詰まったらもうやり直すって勢いでやってます。まあ、もうまさにモフさんのやり方を真似ることを風のことしたと。こんな形で撮っています。今画面ですと綺麗なところ、この辺りを切り取って映しているわけですが、まあ、後ろは障子ですし、まあ、こんな感じですね。テレビ下もちょっとぐちゃぐちゃで申し訳ないんですが、違う角度から撮るとこんな形です。昔の動画、一番最初の動画を見ますと背景が障子になってるんですが、障子をですねこの布で隠して、ちょっと背景がなんかそれっぽく見えるようにしているだけなんですね。ちょっと時系列で見ていきたいと思います。今年の1月29日に過去のセミナー、私がいろんなところで喋った交渉のセミナーをですね再編集して、まあ、本来だったら90分ぐらいあるやつを、まあ、10分ごとに区切って1本作ってみました。試作品をアップしました。で、試作品をアップして、まあ、知り合いの多いFacebook にアップしてみてですね、皆さんから意見を募ったわけです。限定公開にして、ちょっと一回見てもらえませんか。そうしたらこんないろんな意見が出たので、その時いただいた意見をまとめてみました。まずは形式面です。姿勢が良くなかった。最初はですね、実は椅子を持ってきて椅子に座ってたんですね。こんな感じで、そうするとやっぱり非常に姿勢が良くないという形で、
立った方がいいんじゃないか、背筋が伸ばした方がいいんじゃないかということで、今は、まあ、さっきの動画でさっきの写真見てもらったようにこんな感じで正座してやってるわけですね。姿勢、正座の方が姿勢がよく見えると。さらには目線がチラチラと下に出たので、それは良くないねってこと形で、今は実はここに iPhone があるんですが、すぐその下にパソコンをセットしてパソコンを見ながら話ができるようになっています。声はもっともっと力強く話してくださいってことを言われました。最初は結構ボソボソと喋っていたので、それでは聞き取れない、全然迫力がないから大きな声、普段実は私こんなにテンション高くないんですよ、もっと普通に喋ってるんですが、 YouTube を撮ってる時はちょっとテンションを一段上げてですね、ギアを一段上げて大きな声で喋ってるわけです。話し方もですね、全体的に丁寧すぎて、話しているというよりも台本を読んでるんだって言われてるので、まあそれは良くない、もっとざくばらんに話そう、さらには同じことを2回も3回も説明するのは結構だと、これもリハーサルをすることによってこういうことを防いでいきましょうということ形で、いろいろ形式面を言われたわけですね。内容面です。内容面、これはもうほとんどモフさんからのご意見が多かったんですが、初めの10秒から30秒でもうその動画を見続けるか離脱するか、もうやめるか判断されてしまう。だからこそ冒頭に一番頭のところに、この動画を見たらどんなメリットがあるのか、どんな話をするのか、さらには自分の権威性ですね、自分はどんな人なのかということを最初にポンポンポンと言っておきましょう。最初のつかみの部分、結論をもっと早く言っていきましょうということを指導を受けました。で、まあ、最終的にこの動画で何を伝えたいのかということをしっかり明らかにしましょう。まあ、さらには結論、理由、例示、結論という形で、こういった方法もありますよといったいろいろなアドバイスをいただきました。そして1月30日いよいよこれらの意見を踏まえて、ノーカット版、性格や声の違いが交渉力の決定的されないことを教えてやるという動画をアップしたわけです。全世界に公開したわけですね。以降アップするごとに Facebook でまたこんな動画をアップしたよという形で告知しています。1月31日2作目をアップしました。もともとこの時は元のネタがあったので、それをどんどん区切って話をしているだけですから、毎日連日投稿し撮影して投稿していました。この時からツイッターでも告知をしています。この頃の私のツイッターのフォロワー数は150人ぐらい、今でも300人ぐらいなんですかね。この当時150人ぐらいでした。2月2日には3作目をアップし、この時にですね、モフさんが、ノートで販売している YouTube SEO の実践例というものを購入してちょっと勉強しました。2月5日、この時に5本目をアップしましたが、5本もアップしたのでチャンネル登録者数31人だったんですね。もう登録者数が伸びず、もう早くもこの時点で心が折れ始めるわけです。先ほどこれで負けたらバカだぜって言ってた勢いで始めたわけですから、31全然伸びないじゃないかと、100人1000人なんて簡単にいくだろうと思っていたのに全然いかない、もう心が折れそうです。2月11日ノーカット版の10作目、一応これで一通り交渉動画というものをアップし終えました、そしてそれが一通り出揃ったところで、またモフさんからこんな声が聞こえてきました。交渉は一旦置いて、一般の方が興味があるような弁護士ならではの動画をまずは置いてですね、世間の、興味をもういっぱいまず引きましょうと。でその結果、まあ、YouTube の私とチャンネルの力をもっと高めてから、その後、交渉、好きな交渉の話をすればいいんじゃないかということですね。 YouTube でよく検索されている離婚とか養育費っていう形で、まあ、世の中の人たちが興味があることから攻めていく、 YouTube の中でポジションが取れてきたら交渉とかやりたいことをやればいいんじゃないかというふうでアドバイスを受けたわけですね。そこで離婚動画というものをアップしたわけです。さらには2月17日エラプロサロン卒業式というのがありまして、ここでエラ店さんと会ったりして、いろんな YouTuber の方とお話もできました。実はこの時にですね、漫画家の根田先生とお会いしまして、後からお見せする漫画も出てくるわけですね。2月24日ついに100人を突破できました。もう先ほど言った、まあ、こういった卒業式でお会いした方に登録してもらったりですね、もう銀行の支店長、さらには保険の外交員、中学の同級生、もう事務所の事務員さん、もう場合によっては依頼者、相談者、もう簡単な相談が来た時はもう相談料いいからもうチャンネル登録してってという形で書いていただいた方もいらっしゃいます。もうさらには同業ですね、もう裁判官にも登録していただいています。2月26日劇林さんにもともと依頼してやった編集版の動画をアップしました。まあ、
この時劇人さんにお願いした、まあ、費用としては10分間の動画でだいたい2万円からもうちょっと安いぐらいの金額ですね。オープニングとエンディングも作ってもらったりしたので、まあまあこれぐらいが相場なのかなと思います。3月25日家電を安く買う方法という形でアップしたりしてます。3月31日にやっと200人を突破します。順調ですよね。この当時のグラフ、あ、そしてですね、なんと4月になりますと、この時にですね、モフさんのチャンネルで交渉動画、編集してもらった交渉動画が、モフさんのチャンネルで紹介してもらいました。その結果、なんとですね、3日間のうちにドーンと増えて210人登録者数が増えたんですね。これまで3月末で200人ですから、この3日間で215人、もう完全に倍増ですよね。4月の間に267人増えました。5月ゴールデンウィーク明けに根田先生に書いてもらった漫画が完成して、これを公開しました。今こちらの漫画を元にした動画も作ってもらっているところなんですが、今やってます。そしてゴールデンウィーク明け500人を突破しました。5月28日は失礼しました、5月19日に劇人さん主催の YouTuber オフ会に行きました。その時に、プロゴラレアさんともお会いできました。プロゴラレアさんには実は後々紹介する誹謗中傷、関係の動画についてのヒントをいただいたりしています。5月28日から FBI 流交渉術を始めました。まだ2作しか上がってませんね。6月1日には酒井さんの、ゴールデンモンキーの酒井さんのオフ会に参加させていただきました。6月9日には、からいよいよ相続動画の撮影を始めました。6月10日、先ほどのオフ会でお会いしたミニマリストのたけるさんとの関係でコラボ動画、について作ったわけですね。7月4日、酒井さんとのコラボ動画を撮影しました。こんな形です。私の事務所ですね、撮影しました。本当に専門の機材ですよね。カメラも2台あって、照明もあってと、マイクもつけてるんですね。さすがですよね。7月8日、M&A YouTuber の高野先生とコラボ動画を撮りました。これは高野先生のところの事務所です。この時に700人を突破しました。この先ほど5月から7月末までの状況を見ますと、こんな形で、まあ、この5月の半ばから7月末までの間に223人増えてます。このドーンと伸びてるのは、これはたけるさんとのコラボ動画がアップされた時に、ミニマリストの動画でいろんな方が見に来てくれるような形になったと思います。こんな形ですね。なのでもう、コラボがないと、まあ、大体1日あたり2人とか3人、場合によってはゼロなんて時もあったりしました。7月28日、小芭蕉さんのチャンネルで夏休み企画という形に乗っかりまして、応募したところ、なんとですね、Amazon ギフトカードをいただきました。で、それに乗っかって5本ほど学生さん向けの動画を作りました。裁判傍聴の仕方とか勉強の仕方について挙げてあります。この時、小芭蕉さんからいただいたアドバイスとしましては、YouTube では端的な答えを求める方が多いので、動画を10分以内にした方がいいでしょう。さらには、交渉人ってよく分かんないから、チャンネル名を分かりやすく変えた方がいいよねってことを言われました。8月中旬、この頃からですね、モフさんに実際にもう本格的な YouTube コンサルをお願いしまして、受け始めています。で、具体的にはチャンネル名を、先ほどの小芭蕉さんともかぶるところがあるんですが、交渉人から弁護士加藤、誰から見ても分かる、どういう方か人間か分かるように弁護士加藤という形に変えましたし、交渉という検索ワードよりも離婚の方が非常に検索回数が多いので、離婚動画を作っていきましょうという形になっていきました。8月23日には岡崎奈々先生とのコラボ動画を作ったりしました。8月30日、先ほどのモフさんの指導を受けながら浮気で離婚したいと思ったらまず証拠を集めようという動画をアップしました。9月9日になってなんとか800人になりました。10月6日にはこの間公開したミニマリストたけるさんとのコラボ動画第2弾ですね。これは私の実家を撮影しているたけるさんなんですが、この動画が10月6日にアップしました。10月10日、たけるさんの側でもチャンネルを、たけるさん側のチャンネルで動画をアップしてもらって、さらには10月11日から大家動画として家賃滞納の話とかをしています。この動画について10月14日にモフさんでこの家賃滞納動画が紹介していただきまして、なんとやっと1000人を突破できたという経緯になっています。ちょっとこの8月9月の状況を見てみますと、こうね、前大体 2、3人しか増えてないんですよね。でところがここのドーンドーンと、これこの辺でたけるさんで、さらにはモフさんというね、もうずるいですよね。
まあ、こういった経緯を踏まえて私が今気をつけていること、形式面から話をしていきたいと思います。まずタイトルにつきましては、皆さん言う通りもう分かりやすく興味を引くタイトルにしています。でさらに私はシリーズもので作っているので、シリーズとすぐ分かるようにしていくわけです。まあ、当然サムネイルも統一して、サムネイルに1、2みたいな形で乗っけて、シリーズものだってことが分かりやすくする。さらにはサムネイルはまあそんなに私技術ないので、パワーポイントとペイントですね、さらにはスクリーンショットですね、普通のスクリーンショットして、その画面を切り取ってペイントに貼り付けて、そのペイントを使ってパワーポイントで文字をつけるなんてことを、非常に原始的なことをやってるわけですね。詳細欄はまあ適当に何行10行ぐらいで書いてます。詳細欄にはハッシュタグを使って、弁護士加藤とつけてみたりですね、終了画面で自分の動画の中で関連動画、次自分の動画を見てもらったら次のシリーズのにつながるようにような形で、自分の動画で、自分の他の動画につながるような形で、終了動画、終了画面とハッシュタグを使って、なるべくどん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 自分の動画いっぱい見てもらえるようにいろいろ努力しています。内容面です。もうこれまずですね、自分の動画がどんな人が自分の動画を見てくれるのかってことをまず想定して、その人に合わせた動画を作っていくという形ですなります。さらにはチャンネルとしての統一性を保とうと、まあ、実は今血糖値についての動画も作ろうと思ってたんですが、ちょっと今から血糖値の話をしてもちょっと全然違うんじゃない、チャンネル としての統一性がないんじゃないという形で今のところ封印してあります。さらに分かりやすく専門用語はできる限り使わないようにしています。さらに知的財産権ですね、著作権とか肖像権、怖い商標権なんかを侵害しないようにしているわけです。本日いろいろな方の顔写真を載っけましたが、皆さんから承諾をいただいていますから、著作権し、あ、肖像権侵害にはならないわけですね。一番最初にご案内した私の YouTube を始めた理由、まず交渉額の知名度アップ、この点についてはまだまだ道半ばです。子どもたちに対する遺言代わりについては、これはまあよく家族の話題になりますから、まあまあ十分な目的を達成しているのかな、まだまだこれからですけど。さらには依頼者への説明の省力化、これはもう実際今活用中です。そして弁護士業の宣伝の効果はあったのかと言いますと、顧問先なんと1件獲得してます。さらには実際に事件も受けています。もうこれだけで激凛さんに支払った編集のお金はペイできているわけですね。でさらに結論ですね、これは酒井さんもいつもおっしゃってることなんですが、自分が楽しくないと続けられないです。本当大変です YouTube って。なるべく今週に最低1本、できれば週2本のペースで上げたいんですが、本当に大変です。そしてですね、何より大事なのはまず内容です。現在ですね、今私が持っている動画、私がアップしている動画の中で一番再生回数が回っているのは、調停委員は何を考えているのか、離婚の話、2番目も離婚の話、そして3番目新車を安く買う方法、これ2500回ぐらい回ってるんですが、これがですねこんなサムネイルなんですね。もう本当にすいません、何にも、手も加えていない、ただただパワーポイントをペタッと貼っただけって、非常になんですが、なのでサムネイルとかよりも内容が大事なのかなと思います。内容あってですね、これは本当にもう酒井さんも繰り返して言ってるんですが、内容あっての動画になります。だから内容が伴ってなければ、どんだけタイトルやサムネイルで頑張っても、もうつまんなかったら離脱されちゃうわけですからね。そしてですね、これはもう不参からの意見なんですが、テーマによって視聴者のパイが違うだろうと、先ほど言ったみたいに私はもともとこの交渉の話です、交渉ネタをやってたんですが、実は人気がある動画というのはほとんど離婚ネタなんですね。これは何でかというと、やはり離婚で検索する人が交渉で検索する人の10倍ぐらいいるからなんですね。こういった形で、まあ、テーマによって関心が違うので、まずは引っかかりやすいものでやった方がいいでしょうね、初めは。そしてもうこれは先ほど内容が大事って言ったんですが、内容が伴った上でタイトル、サムネイル、終了画面をきちんと整理していくことです。これ実はですね、先ほど離婚動画いろいろ説明したんですが、離婚動画最初4作作ったんです。4作のうち最後の結論部分の4作目の再生回数が極端に少ないです。660回再生しかされてないんですね。他の動画は3600とか3300、2000以上回ってるわけですが、4作目だけ600しか回っていない。なぜかなと考えたら、実はこの4作目の題名がですね、男の女の嘘っていう形でつけた題名だったんですね。だからこれを、まあ離婚調停との立ち回りという形で、離婚調停という形を絡めていったわけです。
さらに、まあ、チャンネル登録者数を増やすにはコラボ動画は効きます。とはいえですね、チャンネル間の相性が非常に大事です。やっぱり視聴者層いろいろあります。若い方とか、まあ、ある程度年いってる方とか、何を求めてるかチャンネルによって全然違いますから、誰でもそのコラボ動画をお願いすればいいってもんじゃないと。でボーンと一時的には増えるかもしれませんが、その後の再生回数が伸びないことにもなってしまいますから、くれぐれも注意しましょう。今後の YouTube での目標です。週1本できれば週2本のペースでアップしていきたいなと思っています。本日の動画で大体40本目なので、まあ、年内あと10本上げられたらなと思っています。そして2020年末あと442日しかないんですが、それまでにチャンネル登録者数1万人を目指したいというのが目標になります。ちなみにですね、本日撮影しているのが2019年の10月16日でして、現在1080人になっています。先ほど442日、1万人まであと8900人になります。ですので1日あたり20人増やさないと1万人に届かない。これはもう相当大変ですよね。ですが、まあ頑張っていきたいと思っています。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様の応援があってなんとか1000人までたどり着けました。次の動画では1万人にたどり着いた経過報告をしたいと思ってますので、これからも応援よろしくお願いいたします。チャンネル登録、動画の評価、さらにはコメントをお待ちしております。コラボ企画なんかも受け付けておりますので、遠慮なくツイッターなんかでダイレクトメッセージを送ってください。ツイッターやってます、交渉人加藤というふうでやっておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。